白頭決闘、または白頭山の決闘とは、朝鮮民主主義人民共和国の初代最高指導者、金日成に連なる直系決闘のこと。北朝鮮の歴代最高指導者である、金日成、金正日、金正恩とその一族を深刻化させるための用語でも、ある。北朝鮮は、名目上は、民主主義共和国ではあるものの、実態としては最高権力は、 君主、王室のように世襲であり、国王である、最高権力者の一族も、また、王族さながらの特権を持ち、さながら絶対王政のような政治システムになっている。白頭血統を引く最高指導者の家族について、外国からは、金一族、金王朝、金ファミリー、ロイヤルファミリーと呼ばれる。また、一族が、北朝鮮の政治情勢に、 大きな影響力を持つことがあるため、その動向が政府関係者や国際社会から注目されている。ただし、最高指導者の一族といえども最高指導者から利害に反すると判断されたものは粛清、暗殺される、危険性が高く、実際に粛清、暗殺された例もある。白頭山は北朝鮮では革命の聖地とも呼ばれ、金正日生誕の地とされる、 白頭山密栄が保存されているが、これは伝説であり、実際の出生地は異なる。また、北朝鮮の憲法の、さらに上位に位置づけられる党の唯一、思想体系確率の重大原則においても、2013年に改正されて、以降共産主義の単語が消え、代わりに、全社会の近日政、近正日主義化を、朝鮮労働党の最高を考領としている。 さらに金日清から始まる三代の血統のみならず、金日清の祖先に関しても、事実とは異なる伝説が北朝鮮において、懸念されている。金日清、金正日、金正恩の家系図、ありがとうございます。